まずはじめはこちら。こちらは、はい、ワンピースです。タルバユミさんのワンピース。襟はこんな感じで、クの字に切り込みがあって、ボタンが共布のボタン。こう、あまり目立たないからいいですね。ずっと編みます、下まで。そして、襟は一つ折りになってて、なってるんですね。なかなか薄いでしょ。ほら、手が見える。薄いでしょ。黒でも透けるかもしれないですね。前はシンプルな感じなんですが、後ろがこの上のところからギャザーが入ってます。次もこちら、色違い。こちらも税込み1969円。こちらですね、はい、こちらポリエステル 100% なんですが、なんかすごい軽い綿みたいな感じのポリエステルで涼しそうですよ。こっちが見やすいですね。ここにほら止めてあるので綺麗な形が保てると思います。こんな感じ、さっきのと一緒ですが、襟がこんなね、ボタンがこんなね、後ろがこんなふうにだん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 ってなってます。こちら、こちらは1639円、税込みですね。こちらは太陽さん、天心町さん、太陽さんのものになります。太陽さんは身長152センチです。私は158センチです。でも低いと思う。158センチ、平均かな、わかんないけど。こちらポリエステル 65%、 綿 35% です。これもワンピースなんですが、グレーっぽい感じ。こちらはね、下の方がね、なんか変形な感じ。後ろも下の方が変形な感じで可愛いです。はい、そしてあとはね、これレギンス、これ人気あったみたいですけど、全然私が行ったところは誰も買ってなかったです。M サイズ買いました。ヨウさん。これ素材はポリエステル 62%、 レーヨン 35%、 ポリウレタン 5%。このね、レースがね、とってもなんか大人っぽい感じだと思います。ネックレス。こんな感じ。パンツ部分、上はこういうふうに。こういうの。これと白、
白はこんな感じ。夏のレギンスはレースいいよね。どうかな。履いてみます。